キラッとしたよね。だからその何十倍も辛いからこっちも痛いし泣いてるし、もう絶対ダメ。どうも会社です。どうも嫁作です。お願いします。さあ今日なんですけども、嫁作から皆様へお伝えしたいこと企画でございます。うん、そうなんですよ、うん、結構ね過去にもまあやってきてるんですけども、はい、まあ、嫁作が例えば赤ちゃん産む前だったりとか、うんうん、産んだ後だったりとかね、うん、そういうのをこう体験談として、うん、力になれるならっていう形で動画にしてたりするんですよね、うん、一番最近って、まあ、ちょっと前ですけども、うん、あの授乳中のあのディーマーの話、うんうん、もう動画にさせていただいたんですけども、うん、やっぱりね全部の動画反響がやっぱすごくて、うん、もうコメント欄とか見てると、はい、やっぱり同じ境遇の方がいたりだったりとか、うん、勉強になりました、今から赤ちゃん産む方だったりとか、うん、そういうのを考えてると、あ、いい動画なんだなとかね、うん、思ってたりするんですけども、はい、まあ、そんな中で今回ちょっと嫁さんからね、そう、うん、はるちゃんを断乳というか、うん、授乳をやめたんですけど、はい、やっぱりちょっと苦労した面もあったので、うん、その時にやっぱり YouTube でちょっと検索したりも私したから、うんうん、自分だけじゃないんだって思ってもらえたらいいなと思って、うんうん、ちょっと体験談をお伝えできたらなと思って、うんうん、ありがとうございます、うん、本当に。あとやっぱりこの視聴者の皆さんの中でもね、授乳中の方でいつやめたらいいんだろうだったりとか、うん、なんかそういう方にこうちょっとでも参考になったらいいかなと思いますよね、うん、はい、もう絶対こうした方がいいとかっていうよりは、うん、もうこんな風なやり方しましたよっていう体験談を参考にしてもらえたらなと、うん、そうですね。いやでもほんますごかったね、その僕は横で見てましたから、はるちゃんがもうその授乳やめた時はもうこの世の終わりかみたいな。あ、そうか、もうなんでなみたいな。え、ママ、え、なんでなみたいな。その、毎日のルーティンやん。そうか、そうそうそう、でもそこでキパってね、キパキパマジでパキって言いたかったから。キッパリじゃなくて、スパとかパキってやめたかった、やめたって言いたかったやん、うん、はい、まあ、キパって言ってもらった。逆逆逆そう、もうパキってやめるわけやから、はい、もうハルちゃんがな、うん、すごかったよな。私はでもちょっとカジサックにも言いたいことがあるから、後ほど言われると思いますけども。そうなんですよ、うん、だ今回ね、じゃあまあどんな形でお伝えしようかなってね、やろうと考えてたんですけども、うん、晩酌トークでやっていきたいなと思います、はい、で今回はちょっとトンバヤス先今いてくれてるけども、はい、もう二人の空間で行こうかなと思ってます、うん、はい、ただ今僕に言いたいことがあるから若干もうビビってますけども、一体何を言われるんだろうっていうのはありますけども、ね、ちょっとやっていきましょうか、はい、ごめんね、トンバヤス先さん、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。行きましょう、というわけで本日もせーの、オナーシャス。さあ、ではではでは、うん、2人の空間でやっていきたいなと思うんですけど、はい、まずは乾杯からいきましょうか。はい、いつもお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いやまあ正味ね、うん、こういう夫婦時間晩酌トークって小部屋の方でもね、うん、ちょこちょこやってたりはするんですけども、こう、なんて言うんだろう、結構ゆるいトークをね、小部屋ではしてたりするんですけど、今回ちょっとメインでね、がっつり授乳をやめた話ということで、うんうん、どうですか。いや大変だったね、はるちゃんは。本当にね、ちょっとオープニングでも言うたけども、うん、大変だったっていうのもやっぱりあれよね、僕は見ててね、横で、うんうん、まあ当時、カンナ、コジ、センちゃんと来てて、うん、一番はるちゃんがやっぱり長かったよね。そう、うん、で、やっぱりそのなんて言うんだろうな、眠い時に絶対必要だったから、うん、はるちゃんは、うんうん、でもうそれがないと寝れない感じだったの。子供によって全然違うわけ、うん、そのおっぱい飲みたいっていうタイミングっていうのが、まあだから夜寝る時に絶対必要な子は多かったけど、うんうんうん、でも日中のお昼寝に必要な子は少なかったかも。なるほど、うん、田中でもはるちゃんは日中でも欲しい欲しいっていう、そうそうそう、で自分の機嫌が悪くなった時とか、うん、もういやーって泣いてる時とかも、うん、すごいちょうだいちょうだいって感じだったから、うんうん、なんか精神安定剤みたいな感じになっちゃってて、で私もやっぱそのディーマーだからさ、前回のね動画でお伝えさせていただいた、そうそうそう、ちょっと気分が悪くなってしまうっていうね、気持ち悪くなっちゃったりとか、うん、ちょっと不快だったり喉が渇いたりもすっごい眠くなったりとか、うん、そういうのがやっぱり結構しんどくて、うんうん、1歳過ぎたらやめなきゃなとは思ってたの。それって、うん、1歳過ぎなきゃやめなきゃっていうのは、うん、それはどうしてなの。やっぱりその断乳をした方がお互いストレスがなくなる、う
うん、あ、赤ちゃんにもストレスがあったりするね。やっぱり欲しい欲しい欲しいってなって泣くし、うん、夜もやっぱ細切れに毎日寝てるから、うん、1日だから3回4回は起きてて、うん、朝方にもう30分おきに起きたりとかっていうのもあったし、うん、慢性寝不足みたいな感じだったから、うんうん、はるちゃん自身もやっぱり寝れてないからさ、うん、日中もすごい眠いしっていう、はい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 、だからやっぱりぐっすり寝れるためにはそのおっぱいをやめた方がお互いにとっていいかなっていう私は考えかな、うん、なるほど、うん、何度か挑戦したよね。そう、断乳まず、うん、他の子の時に1歳でぴったりでやめるって決めてやめて成功したことがあったから、うんうんうん、だから1歳ぴったりでやめてみようと思ったんだけど、そうそうそう、同じ部屋でさ、カンナと私とセンちゃんと一緒に寝てるから、うん、学校がある時はできないんじゃない？そうね、うん、だから春休みにやってみようと思って、うん、春休みにやってみたけど断念し、そうやねんな、やっぱりすごいなんて言うんだろう、かわいそうにも見えるし、まあ嫁さんもちょっと張ってきたりもするし、うん、しんどいっていうのもあるしっていうことで、あげるようになっちゃって、そうやっぱり調べたところ、うん、その歩けるようになってからの方がいいって書いてあったから、子供がね、そうそうそう、うん、やっぱり自分で歩けるようになった方が疲れるし、うん、寝れるようになるみたいで、うん、だからまあまだその時はるちゃん歩いてなかったから、うん、もうちょっと後でもいいかなと思って思って、うんうん、でやっぱりお母さんの決意が一番大事なんだよね、うんうん、ほう、なるほど、そう、はい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 、やっぱりもう絶対やめるっていう固い決意がないとやめられない、やっぱかわいそうで、そうなんです、泣いてる姿がかわいそうで、これあげたら自分も痛くないし、うん、貼ってるのも楽になるし、うんうん、はるちゃんも笑顔になるしって思うと、うん、もうあげたらこれ楽になるからお互いって思うんだけど、ウィンウィンみたいな形にね、ちょっとでもウィンウィン、表情ウィンウィンやけど裏的には2人はやめた方がいいっていう状況になるんですよ、そうそうそう、これは、うん、でもこれこんなにお互い辛い思いしてやめなきゃいけないのかとか考えちゃうんだ、そう、はい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 、こんなに悲しい思いをさせてまでやめることなのかとか、うん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 、まあ、もうちょっと後でもいいかなと思って、そう、はるちゃんは1年ではやめずで、うん、結果的にやめたのが1年と1歳5ヶ月、ね、5ヶ月ぐらい、そうね、1歳と5ヶ月ぐらいで5ヶ月4ヶ月だよね、1歳3ヶ月ではるちゃんも歩けるようになったし、うん、でやっぱりまだよちよちの時だとあれかなと思って、うん、もう夏休みしかないと思って、うん、ここを逃したらもうやめられないと思ったから、かなり決意を固めてました、うん、それ覚えてる俺も、当時なんかめちゃくちゃ早かったやん、当時はもうわけわかんない時に自然にだったんですよ、もうほんまに早い段階で、どっちかって言ったらミルク好きやったりしたからだったんですけど、いろんな葛藤があったと思うんだけど、俺は横で見ててはるちゃんの時が一番辛そうやってんな、うん、やめるのが、で一回そのチャレンジして断念した後って、うん、そのはるちゃんがちょっとねもう異常に欲するっていうか、うんうんうん、もうおっぱいがずっと欲しいみたいな状態になっちゃって、そう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 、もう一日中泣いてるみたいな、そういう時あったな、うもうもう今飲んでないとこれはなくなるんじゃないかっていう、うん、なんか脅迫観念に駆られてるのか、そうずっともう一日中飲んでるみたいな感じになっちゃってそうなんですよ、そうでも嫁さっくんの中ではもう気持ちは固めてて、そう、2021年の夏には絶対終わらすんだっていうね、やめるって、そう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 、すごい固い決意を持って、うん、で結果的に3日間ぐらい3日ぐらいやったっけ、もう初日まずやばかったやん、やばかった、マジでやばかった、もうあれねパパもう横で見て辛いのよ、いや本当にね、本当にイラッとしたよね、来た絶対それやろ、なんかさっき言ってた、そう何だってもうさ真っ暗にして、うん、
こうギャーって泣いてるのをよし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 ってしてるのをもう振り払いながらもう怒ってるわけ。もうはるちゃん怒るんですよ。もう意味わかんない、なんでって。で立って抱っこしてももう飛び降りようとするっていうかさ、そうそうそう、違うよ、そう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 抱っこじゃないよと、そう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 、パイを出せと、そう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 、だからもう寝たふりしたりとか、もういろんなもトントンしたりとか、うん、いろんな試行錯誤してる中、うん、ドアをガチャって開けて、もうあげろよ、返せやろって、いや、一番思ってる人だからつる一番辛い人に向かって、ちょ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 、わかるよ、うん、絶対、まずじゃあもうさっき言わして、うん、100ゼロで僕が悪いですよ、うん、ただね、本当これでもこれはこれでね、パパあるあるやと思うねんけど、うん、もちろんはるちゃんがかわいそうやと思う、うん、だからあげたらええやん。でもプラスやっぱり嫁サックもめっちゃきつそうやから、うん、一回もうとりあえずあげといたらって気持ちになっちゃうのよな。いや意味わからんいやでもパパの協力は絶対必要だなと思ってて、うん、はいはいはい、そのうちはやっぱり他の子たちもいるから、うん、なかなかできなかったけど、うん、一人目だったりするときはさ、パパがこう連れて、うん、ママと話して、そうね、パパと寝るとか、うんうんうん、そういうパターンもね、あるね、うんうん、あったらうまくいったりするかもしれないけど、確かに。ただうちの場合は結構僕が夜の時間がね、仕事がまあこういう仕事やってたんで、うん、バラバラやったりしたから、そこはそこまで協力できなかったもんね、うんうんうん、結構こう俺に任しときっていう、おっぱいをやめる時期にっていうのがあんまりなかったから、相当しんどかったとは思うけどね、うん、そう、まあはるちゃんの時は他の子のお世話をお願いして、あ、まあね、そう、うんうんうん、朝とかもやっぱりすごいもう寝不足だからさ、お互い、うん、もうすごい大変だったけど、でもそういう時に当時たちも協力してくれて、そう、ね、そう、朝ごはんやるよって言ってくれたりとかしてくれてたけど、うん、まあ1日目はなんとか、うん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 、もうギャン泣きで乗り越えれて、もうね、もう目パンパンに腫らして、はるちゃんがもう声出えへんぐらい、声カスカスなるぐらい泣いて、もうあれが辛い、まあでもしゃあないな、うん、でも初日それでなんとか乗り切って、そうで嫁サック嫁サックで張ってね、そう、相当きついそうなんですよ、かなりきついよね。だから会社にお願いして、はるちゃんを、うん、で寝室で私一人でこう搾乳したりして、うんね、うん、ちょっと楽にさしたりとか、そう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 、熱持ってくんねんな、そう、うん、暑くなって、そう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 、ちょっとまあ乳腺炎になったりする人もいるから、うん、そういう時は助産院に行ったりとか、うん、ちょっと産婦人科さんに行って、うん、ちょっとマッサージしてもらったりするのがいいみたいなんだけど、はい、私そこまでじゃなかったから、うん、でもね、日中ちょっとね忘れるんだよね。ほう、そう、忘れるっていうのは、おっぱいもらえなかったことをさ、ああ、はるちゃんがね、そうそうそう、うんうんうん、一瞬忘れるんだ、すんごい怒ってるんだけど、うん、朝とかもずっとこうなんですよ、顔、そう、でもやっぱりちょっと楽しくなって忘れるんだけど、うん、やっぱ眠くなってくると、はい、またその思い出す、ね、その時間が来るじゃん、思い出すよな、うん、だからなんで枕ないねんじゃないけども、そう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 、当たり前のものがないみたいな感覚になるんでしょうね、うん、赤ちゃんもね。だからまあおんぶ紐に入れて、うん、こうなんとか揺らして寝かしたりとかして、うんうん、で横で見てて、うん、で2日目も結構はるちゃん泣いてて、うん、夜ね、で覚えてる2日目も言うてもてた俺確か、うん、ちょっともう一回だけちょっとなっつって一吸いとか言ってな、どうかこの子に一吸い、ちょっとだけあげたらええやんとかマジちょっとだけの意味が分かんないし、もう絶対あげないって決めないとねえ、ちょっとあげたらまたさ、なんでもっとくれないのになるからさ、せやなー、うん、言うてな、そう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 、懐かしい、そうそうそう、で、まあ3日目ぐらいから俺の見ててイメージが徐々にこうグラデーションじゃないけど、うん、徐々に慣れてきたというか、そうそうそう、なんかどっかのタイミングでパタンって、そうな、あれなんやろうね、だからもう諦めるんだよね、諦めるんですよ、前はさ、その眠い時にこう吸ってないと寝れなかったから、うんうんうん、いや眠いからちょうだいだったんだけど、うん、でももう眠気の方に行っちゃうのかな、意識が、そうそう、あと思ったのは、うん、今までは寝るときはるちゃんおっぱい飲んで寝てたと、うん、で、やめてからはお茶をね、うんうん、あげたりして寝てたんですよ、うん、ほったら多分ね、そのお茶に慣れたんちゃうかなって、そう、その、やっぱり
はるちゃんが飲んでる水筒がまた良くて、うんうんうん、それ持ってこようか。あ、今持ってくる、うんうん、オーケーオーケー。じゃあちょっと持ってきます。はい、はい、持ってきました。持ってきました。なんか、B ボックスのマグ、ここに重りがついてるから、うん、こうやっても飲めるし、うん、こうやってもこう、こぼれない。そう、こぼれない、全然漏れないし、うん、どんな方向でも飲める、これですね、うん、うんうんうん、最高やね。そうだから、このおっぱいが飲めない分、うん、はるちゃんにお茶を、とりあえず麦茶をこう飲ませて、うん、そうするとなんかね、落ち着いて、落ち着くんだ。そう、これまあ素晴らしいんですよ、うん、でこの企業さん、ひょっとしたらちょっと怒られるかもしれんけど、俺キッチンリセットやってるやん、うん、若干洗いづらいねんな、これ何がそのこのこの中とか、あーあー、この中、これ蓋になってるんですけど、うんうん、あとこのストロー、うん、ストロー、俺ストロー洗う苦手で。ああ、でもこれ専用のさ、ブラシが置いてあるじゃん、うん、今知ったあ、そっか、私洗って。あんの？ある。いや俺ね、うん、これこうストローあるじゃないですか、うん、いつもこうちゃんと洗うのよ、うん、中にさ、洗剤入るやん、うん、それをきれいに注がなあかんやん。俺いつも水弱くして、細い水にしてこうやってずっとやってんねん入んないでしょ、ここだって噛まないと出ないからさ。ここ入ってると思ってたえ、ほんまやん。そうだよ、俺だから漏れないんだよ、こうやっても。赤ちゃんがここ噛むから出るんだよ俺マジでそれガチで今知った。俺だからこれ洗う時にこうやって洗って、うん、ここにね、うん、水、細い水作って、ずっと俺マジで2分ぐらいやんのよ。俺下から出ていってると思ってたんよ。多分その下から出ていってるのも下から水が落ちてるだけやったんやそうかもしれない。え、マジで、うん、ここだからさ、便になっててさ、はるちゃんがこう噛みながら吸うから出るの。そう、噛みながら吸うから出るから、こうやってもこぼれないんだよ。なるほどね、うん、そらそうか、うん、うわ、今知った。俺これな、え、1年ぐらいやってたんちゃうかな、こういうこと。ストローのやつ、他のストローはちゃうやん。あ、子供たちが、いやいや、子供たちが使うストローとかも、うんうん、俺ストロー洗うの嫌いやねん。毎回細い水でこうやらなあかんやん。ブラシあるから。それ知らんかったでも知れてよかったけど、 そんな気にせんでええねや。じゃあ、そう、気にしなくていいだからなるほど、ね、そう、これめっちゃ便利、全然漏れないし、枕元に置いといてもびしょびしょになったりしない。いいですね。そう、なんせ本当におかげじゃないけども、うん、まあ、入れ物も素敵ですけども、単純にほんまに飲む、おっぱいからチャッチャを飲む、うん、っていうことに早い段階で3日目で慣れてたよね。そう、私も1週間は絶対かかるかなと思ってた。そう言ってた、うんうんうん、でも1週間頑張れば絶対終わるって、うん、まあ今までのね、うん、子たちも断乳してきたけど、うん、はるちゃん結構早い段階で、うん、思ったよりね、うん、1日目2日目はちょっと辛かったけど、うん、3日目からは意外とスーッとやめれたね。あれちょっとびっくりしたな、うんうんうん、あのお昼とかも見てても全然パイパイって全く言えへんかったからね、うん、あとご飯をたくさん食べるようになりましたね。やめてから、もともと結構食べる子やったんですけど、やめてからの方がバクバク、うん、口が寂しいのかわかんないですけど、うん、で水分も取るしみたいな形でっていう感じやったかな、うん。いやでも今回ね、この動画見てくださった同じような環境の方、境遇の方がね、うん、見て、あの、まあ、無理してやめなくてもいいんだだったりとか、そう逆に、あの、あ、なるほど、これだけ頑張ったら辛いけども頑張ったら赤ちゃんも慣れてくれるんだっていうのが伝わったらいいよね。そう、うん、やっぱり何よりも一番大事なのは、うん、まあお母さんの決意、硬さ。なるほど、うん、これ大事ね、うん、やっぱりまあ卒乳する方だったりとか、うん、もう赤ちゃんがもういらないっていうまであげたいっていう人も中にはいるからさ、はいはいはい、そういう方はやっぱりそういう方法を取ったらいいと思うんだけど、ね、私は断乳っていう方法を取ったから、うん、もうこの日までってもう決めて、その日まではもうたくさんもう抱きしめて、そのもう好きなだけあげて、うん、もうこの日って決めたらもうそこでやめるっていう方法を取りました、ね、うん、私は、はい、うん、これはもし参考になれたらね、うん、嬉しいと思っております、うん、そして、僕からは代表して言わせていただきますと、はい、パパは温かく、お手伝いをしてください。そう、
はい、あの決して均衡を言っときますね。あげたらええやん。もう絶対ダメだからママがはぁって言ってたら辛かったなって言ってあげるのが一番いいと思う。一番ええな、うん、まあ、なでも俺これはこれで共感してくれておると思うわ。パパが辛いのよ、なんというか。だからその何十倍も辛いからこっちも痛いし泣いてるし、あげたらお互い笑顔になるの分かってる。分かってんだよ、数日後にはな。そう、だって2人とも泣いてる感じなの。そう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 ね、うん、やっぱり多少のイライラ感もあるわけや。もう苦しいし痛いしって、うん、ちょっと熱っぽくもなるしって、うん、ごめんごめんっていう気持ちもあるし、ごめんって、もうなんでこんなことしなきゃいけないのって思ってるけど、せめんな、あっこはグッと我慢して、うん、っていう形でございますね。いや素敵な話を、うん、ありがとうございます本当に、はい。まあ、最後にね、キッチンにセットしてるパパへ、うん、この入れ物のストローはちゃんとすすがんでみたいなんでね、ブラシがあります、ブラシがありますって本当にということでございます、うん、いや素敵な話を嫁さくありがとうございました。はい、はい、いやちょっとね、うん、いい話を聞けたと思うんですけど、うんうんうん、もうおそらく見てる視聴者さんの中でもおいおいおいと、カジサック、うん、今回の件に関しては嫁サックも、うん、おつまみ1ミリも食べてないっていう本当だこれちなみに嫁サックが用意してくれたんですけど、用意したけどマジで、うん、こんなにかっていうぐらい手つけてないね。そう、ちょっとワクワクするラインナップにしたのに全然ワクワクせずに喋ってたね。それぐらい話にのめり込んでたっていうことでも視聴者さん気になったんちゃうかなと思って、食わんなこの2人って思ったかもしれませんけども、うん、あのこの後もちょっと夫婦時間 の, あの、うん、カメラ止めた後はちょっと食べながらゆっくりね、うん、飲みましょうかね。いやでもさ、うん、やっぱりそのはるちゃん断乳してからさ、はい、もう日中その悲しんで欲しがることももうそこからパッ足りなくてね。ないね。そう、本当にそれ以外でたくさんスキンシップ取って、うん、いっぱい遊んでるから。確かにね。うん、はい。っていう感じでございます。はい、じゃあ今から我々はちょっと夫婦時間また入らせてもらいましょうか。うん、あの面白かったらね、あのコメントもいただきながら、はい、参考になれたらなと思います、はい。本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。